山だな。こんな山登れないよ。え？あちゃ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 。次が充電できない。あの立派な山。黒い土で。うわ、すっげえ崖。打ち切らんと。じゃあ今日は八方ヶ岳のヤサニールートで行きます。なかったらコンビニでね、カロリーメイト、チョコレート、スナック菓子、スニッカーズ、チキラと、登りるときに食べるおじぎりと、ふむふふな明太子とは、ピーッと水。まあこれでね、遭難しても2日間は大丈夫です。はい、12月に入ってですね、もう山がめっちゃ恋しくなってきたんで、恋しくなった割には山目釣りもね、今年はさほど行ってません。なので余計にね、山が恋しくなったんでしょうね。ということでね、今回はこのね、かっこいい八方ヶ岳ですね、今日はこの山に登ってみようと思います。じゃあ今から山っぷをスタートします。あ、川が綺麗だな。あ、もうルートずれてる。もうすでにルート間違えてる。今からちょっと八方ヶ岳登って帰ろうかなと思って、ダイエットがてらに。広島から来たんですけど。あ、広島から。あ、そうなんですか。何日かこっち熊本に滞在されてるんですか。あ、そうですか。温泉に2泊して。いいところですね。お湯がね、うん、どうでいいですか、うん、こっちは結構あのぬるぬるしてるんですよね。そうそう、ね、ぬるぬるな、ね、はい、上がった後さっぱりしてますもんね。行ってきます。ありがとうございます。沢が綺麗だね。あー綺麗。わあ。なんか怖さとね、奥さが出てきたから、久々にね山登ってみるのもいいかなと思って。てかもうすでにヘトヘトなんだけど。だる。あ、こっからか。こっからなんだ。今ね、だいぶ歩きましたね。一通りこれ登っときゃだいぶ行ったのにな。これだいぶ距離行ってるよこれ。よしよし、バッグあったぞ。よし、あ、ちょっと荷物が重たい。もうお腹の中に入れていこう。ダメだこれじゃ、荷物が重たすぎる。ちょっと軽量化しよう。これは重たすぎるよ。あ、ちょっとどこ土鍋入れてたんだ。そういえばこいつこんな担いでいったら重たいに決まってるやんね。ちょっとここでご飯炊いていこう。ちょっとご飯炊こう。登山の前にご飯かよって感じ。発射60秒前。準備点検大丈夫か。大丈夫です。それじゃあ燃料取って。あれ、バチバチって。大丈夫ですか。
大丈夫ですか。それじゃね、前澤さんロケットアポロ19号タンクのジョイント大丈夫か。大丈夫です。よし、ドッキングドッキングバギーン、スイッチオンで、あれつかねえ、つかねえ、え、ガスライター、ティッシュ、火がつけばいいんだからね、頑張れ。よし、ティッシュペーパーをこうして、頑張れ、あちゃ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 、つかねえ、足場の飛んでんだな。頼む、ついてくれ。おっしゃ、ついた、やった。お前消えるなよ、消えるなよ、消えるなよ、とりあえずそのまま頑張れよ。ご飯食べよ。し、ちょっとドッキングジャキーン。よし、じゃあ今とりあえずね、ドローンのバッテリーから供給してます。なんかこんなことやったら日が暮れちゃうよ。ああ、何やってんだよ、もう。なんでバッテリーこれ、映像が途中で止まるん、これ。お、鯨油が出てきたよ、鯨油。これ単なるキャップになってるじゃん。よっしゃ。はじめちょろちょろ中ピッピーに。よし、はじめちょろちょろ中ピッピーになったから。ちょっと一回止めよう。じゃあ、えっぷん。よし、携帯のカメラで撮ります。セブンイレブンで買った明太子、白ご飯といえばたくあんをイン、明太ピイン、オン、土鍋ご飯いただきます。うん、うわ、よう炊けとるわ。いただきます。うわ、うまっ。太っ腹にね、ちくわも入れちゃう。明太子ね。もう一個明太子食べてもいいですか？いいですよ。お塩イン、混ぜ混ぜして、あ、これ大盛りおにぎり一杯分あるな。よし、よし、じゃあね、 GoPro のバッテリーが気温が低いんで電圧降下してるんだと思うんですよね。で、一回下界に降ります。あ、登山中断やん。あ、杖抜き忘れた。あんたのおやつとお水入れね。はい、ということでね、今日は八方ヶ岳っていう北側の山に登ろうか思ったんですけど、ちょっとトラブってね、バッテリーとか準備してたら時間がね少し押しちゃったんで、東側のあの立派な山、倉岳っていう山にね今から登りたいと思います。クラタケは馬のクラに似てるからクラタケってついたみたいですね。足元はね結構スルンと滑るんですよね。ここ、なんか丘が見えてきた。
よいしょ。よいしょ。はあ、ちょっと休憩。はあ、ねえ、きつくないのあんた。ねえ、きつくないと。うわ、すっげえ崖。まだまだだな。着いた。うお、めっちゃ綺麗。うわあ、すごい。有明海が見えてる。こっちはね、阿蘇ですね。標高1118m ですね。景色が半端ね。高いなこの山。ああ、すごい。中上島まで見えてる。てかもう一本飲んでしまえるやん。まあ、何の前今の飲んでしまってもったいないけん。はい、今だよ。あ、まだ待てよ。何十年ぶりかカロリーメイト食べてみよう。いただきます。栄養が足りないからね最近。美味しそうでしょカロリーメイト。もうすぐお店がですねオープンするんですよね。12月12日グランドオープンなんですけど、店オープンしたらなかなかね登山行ったりとかする時間しばらくできそうにないんで、今日はね犬連れて登山に来てみました。えっ、もう水ないやん、お前。こんだけ飲んどるのに。どんだけ飲んどるこの犬。桑田犬だったらね、絶対間に合うんだろうけど。だあかんにおしっこかけよう、このバカ犬。何やこれ、まあ。食べる？食べるこれ。まだよ、まだよ、まだ。まだ。よし、いいよ。うわ怖いよ。さあここ頑張って降りて。落ちんなよ。お、上手だな。2往復ぐらいしてくれよっとね。大丈夫よ、大丈夫よ。行って、あんたが後ろくとドーンって押されるけん。こんなとこ通ったっけ。どこだっけ、空。ここ良かった？ここ行ってもよかったと？こんな山迷ったら絶対わかんないよな。あれ？絶対迷ってるなこれ。
運動が当たってるな。よし、トラックの場所まで道案内して、クンクンしながら。ね、どっち行けばいいと？どっち行けばいいと？ゴー！よし、ゴー！ゴー！あっちね。どっち？こっち？車の香りがする方に案内してくれ。まあ、そっちでいいの？あ、林道が見えてきた。よかった。あ、ありがとう、空。どっちか降りるの、これ。空。どっか降りるの？どっかこれ降りるの？あ、そっちか降りるの？そんな簡単に降りれるの？あ、ここ降りれるね。よいしょ。登ってくれた。あ、よかった。よいしょ。でも全然違うところに降りちゃったな。よし、降りてこれたね。よかったよかった。平城天皇の盛大大堂がね、坂上田村麻呂。こっちはもうすっかり紅葉も終わってるな。よっしゃ、着いた。さあ、着いたね。帰ろうか。道案内ありがとう。耳があったかいね。今日は本当は八方ヶ岳っていうね、県北側にある立派なね山に登ろうと思ってたんですけど、 GoPro のバッテリーがこの寒さでなかなか電圧降下して調子悪かったんですよね。で、一旦家に帰ることにして、八方ヶ岳はもう結構何時間とかかるルートだったんで、まあ、ちょっと安全牌を考えてですね、倉岳に登ってみました。できればね、宮崎とかね、西村の方とかの山もう一回登ってみたいですね。はい、ということで今回もまおチャンネルご視聴ありがとうございました。